ストーンウォール作戦は1943年12月に行われた第二次世界大戦中のイギリス軍の作戦。作戦目的は日本軍の支配地域からドイツ軍占領下のフランスへやってくるドイツの封鎖突破戦の阻止である。インド洋の日本軍の支配地域からドイツ海軍の封鎖突破戦がフランスへ向けて出発したことを察知したイギリス軍は 航空機による偵察を強化するとともに、軽巡洋艦グラス号とガンビアを出撃させた。2隻は、アゾレス諸島を拠点にして、封鎖突破戦の捜索に当たった。12月24日、フランスの近くまで来た、封鎖突破戦オゾルノを護衛するため、ドイツ軍は、駆逐艦 Z、Z23, Z24, Z27, Z32, Z37, ZH1、Z 水雷艇 T22、T23、T24、T25、T26、T27 を出撃させた。オゾルノは無事フランスにたどり着いたものの、沈没船の残骸に触れて損傷し、座礁させられた。27日、サンダーランド飛行艇が2隻目の封鎖突破船アルステルーファーを発見した。イギリス軍は、その捕捉のため軽巡洋艦エンタープライズ、グラスゴー、 ガンビア、ペネロピ、高速機雷不接艦アリアドニを展開させ、フランスの駆逐艦、ル・ファンタスク、ル・マランも出撃した。同日、ドイツ軍も、駆逐艦、Z23、Z24、Z27、Z32、Z37 水雷艇、T22、T23、T24、T25、T26、T27 を出撃させていた。だが、 アルステルウーファーはドイツ艦隊と合流する前に航空機によって撃沈された。ドイツ艦隊が出撃しているという報告を受け、グラス号とエンタープライズがその攻撃に向かった。28日13時32分、ドイツ艦隊を目指して北上中であったグラス号の見張りがドイツ艦隊を発見した。ドイツ艦隊は3列になって南南東に航行していた。 両艦隊は接近し、13時46分にグラス号が砲撃を開始し、4分後にエンタープライズもそれに続いた。ドイツ側は来撃を試みたが、波が高かったため一部の艦師か魚雷を発射することができず、発射された魚雷も全て外れた。13時56分に右側に位置していた Z24、Z32、Z37 が、 イギリス巡洋艦攻撃に向かい、グラス号に命中弾を与えた。14時19分、ドイツ軍は艦隊を2つに分けた。Z23、Z27、T22、T25、T26 の5隻が180度を回答して、北北西に進路を変えた。この際、機関の Z27 だけ左向きに向きを変えた、ため単独で、イギリスの巡洋艦に接近することとなり、 エンタープライズは Z27 に命中弾を与え火災を発生させた。その前後に Z27 は二度魚雷を発射したがすべて外れた。グラス号は T22、T25、T26 と交戦して T25 と T26 を損傷させた。Z23 と T22 は逃走した。ドイツ艦隊の反転しなかった艦も戦場を離脱した。 T26 は、エンタープライズが16時20分に、T25 は、グラスゴーが16時37分に、魚雷で沈め、Z27 も16時41分に、エンタープライズの砲撃で沈没した。ガンビアを除く、巡洋艦は12月29日にポーツマスと、ジブラルタルに帰島した。ガンビアは、モーリシャスと共に紹介を続け、1月1日に帰島した。 ありがとうございます。